はい、今回はね、こちらはフィアットの131アバルトラリーというわけでして、これはフィアット131アバルトというのはフィアットの純国セダン131をベースにアバルトの手により性能ラリー世界ラリー選手権の、成果を目的に、まあ、開発されたマシンであって、実際に77年とか78年そして80年のWRC タイトルというのを見事獲得しましたということです。これが1979年にラリーバージョンが出てきたんですよ。でラリーバージョンが出てきたってことは普通車バージョン出てほしかったんだけど通常版にはなかったんですよ。その後なんか特注品として2003年かなんかですね、特注品として普通車バージョンの青いやつが特注品としてなんか出てきたんですよ、後にね。うん、でも当時の通常版としては1979年としてはフィアット131のアバルトラリーというのはこれしかなかった。だからそれ以外のものはなかったんですね。で、でも逆に言えば珍しいですけどね。もうフィアット131という車自体ももう本家のイタリアでも見ない。ほぼ見ないだろうなという車ですね。うん。でもまあなかなかこれがこうまたなんかこうかっこいいというか 1.3 リッターぐらいのちっちゃい車なんだけど、まあ非常にまたこれが小さい車なんだけどかっこいい良さがあるのよ。なんかこう一見すると確かに、まあ地味ってや地味なデザインだよね。もう地味といえば地味なデザインなんだけど、この地味なデザインの中でもなんかこうかっこよさが占めているというか、うん、そういった車でして、これがまたね、いいなっていう感じでね、この131アバルトラリーっていうのはいいなっていう感じですよ。で、こういう風に、こういうドアが開いて、こんな風になっていてね、もうドアなんか開くところも多少こう緩くなってきちゃってますけど、こういう風になっています。もうこれもやっぱり長い年月という経過というものをもう感じさせてくれる車というふうになっています。このカラーリングが良かったですね。この赤に青バージョンのレーシングカラーと完全に赤バージョンのラリーバージョンというものが存在しているんですね、当時ね。で、その中のこの赤バージョンの、バージョンというのを、まあ、手に入れたんですが、なかなかこれがね、このレースのいかにもラリー車という感じの雰囲気が非常にこう好きな車でありまして、これがなかなかねいいなと思った車だなといったところでございます。どうもありがとうございます。